正直またピッチに戻れるのかなっていう不安もあったし、で怪我が多くなってたし、まあ引退もちょっと考えたんですよね。まあ、コンディションさえ整えば試合に出てやれるっていう自信はあったけど、でも怪我でほとんどピッチに立てないことが多くなってたから、まあ、それではやっぱりプロ選手として僕の中では納得できなかったので、やっぱりフルで1年間戦ってチームに貢献するっていうのが本当真のプロだと思ってるから、まあ、それができてないんだったら退くべきなのかなっていうのは僕の考えではありましたね。練習中にそんなに何でもない動きだったですけど、その、自分がボール持ってる時かな、相手にプレッシャーかけられた時に踏ん張った時にちょっと腰に激痛が走って、あれと思ったんですけど、あんまり練習抜けるのとか好きじゃないんで、とにかくまずはできるのかなって思いながら練習やってて、そしたらどん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 悪くなっていったので、そこで病院に行って、したら完璧に MRI で写ってたので、ヘルニアが、それで手術にするか、まあ保存で治すかっていう状態だったけど、できればね手術しないで早く復帰できればよかったですけど、でももう結構限界だったので歩くこともできなかったし、だけどその手術するにあたってどのぐらいで復帰ですかとか聞いてなかったんで、僕あんまり聞きたくなかったというか、怖かったし自分も。奥さんにはやめようと思うけどどう思うっていう、まあ驚きというよりはえみたいな、なんでみたいな、サッカーやめたら何やんのみたいな、何もできないでしょみたいな、まあ当たってるんですけど実際僕もサッカーやめて何かしようっていうプランとかもそこまでないですし、まあ、ずっとサッカーやってきたので小さい頃からサッカーしかできないし、まあ、雑用とかだったらできるけど掃除とかお茶運びとか、まあ、そういうのだったら一緒、あ、荷物運びとか力はまあまあある方なんで、まあ、そういうのはできますけど、パソコンとかは一切触れないし、実際のところ辛かったっすよ。やっぱりチームの力に慣れてないし、ピッチに立てないし、大好きなサッカーができないし、結構毎日同じことを、地味な作業を黙々とやるっていう感じだったので、で腰の状態も良くなっていってるっていうのも本当に少しずつなので分かりづらいですし、だからそういう時にやっぱ考えすぎちゃうタイプなんで僕って、だから逆にとにかく何も考えずに、とにかく与えられた仕事をこなすっていうことを考えてたと思いますね。最初の方は
とにかく無心でリハビリに励み続けるっていう感じでしたね。あ、ナイス。練習復帰したのが中断期間ですよね、コロナの時の。あれ何月だったかな、暑かったですけどね、5月か6月か。そういうのもすぐ忘れちゃうんですよ僕。暑かったというのは覚えてますけど、だからもうなんかもうその時その時を多分考えてるんですよね、多分僕って。まあ、それがでもいい状態の時だと思うし、あまりね先のことだったり昔のことだったりっていうのを考えすぎてる時って自分の中ではあんまりいい状態じゃないなっていう、その時その時を生きてるのが時がいい状態であると思うんで、僕の特徴っていうのはやっぱりアジリティだと思ってるんで、瞬時に方向転換しながら相手からボール奪ったり、読みを生かしてボール奪ったりインターセプトしたり、まあ、そういうところが自分の持ち味だと思ってるので、まあ、コンディションがいい時にはそれが結構早くて自分の思った通りに体が動いてバシバシボール奪えるんですけど、やっぱりなかなかバランス崩れてて、そのスピードが上がってこないとやっぱりなかなかボールも奪えないですし、まあなんていうのかな、そのリハビリ生活長くて、うわやっとピッチに帰ってこれたっていう気持ちはなかったですね。それより試合に負けてる、一人少ない、なんとかしなくちゃっていうことだけを考えてピッチに入ったから、なんか嬉しさとかそういうのに浸ってる場合じゃないっていうか、だから無心でとにかくボールを追ったし、とにかく同点に追いつけるように前にも行ったし、まあ、そういう試合でしたね。なかなか難しい状況で試合に出たにもかかわらず、まあボールにも関わることできたし、ボール奪うこともできたし、でなおかつやっぱり点も取って、ルキアンが取ったのかな、で同点に追いつくことができたんで、まあまあの役割できたかなっていうか、まあ最初としてはすごくいい出来だったんじゃないかなって自分でも思ってるなと思いましたけどね。ここからやっぱり出場時間を増やしていこうっていう思いだったんですけど、そこから増えなかったですね。監督変わって、まあいきなりその僕に話しかけてきてくれて、まあコンディションどうだみたいな、いけるかみたいな感じ言われて、だけど全然試合出てなかったので、いや正直自分のコンディション分からないですって答えたんですけど、でも次の日になっても聞いてきてくれて、どうだみたいな、でもまあ僕もそんだけ聞いてきてくれるから、そのいけると思います、いけますって言って、そしたら監督ももう決めたからって言ってくれたんで、でそこからはもう、ああ自分は試合に出るんだと思って集中を高めていきましたけどね。そのまあ信頼ってわけじゃないと思うんですよね、まだ僕のプレーも僕が試合に出てるとこ見てないですし、ただそのいきなりで試合に使ってくれる
全然公式戦に出てなかった僕を使ってくれるっていうのは期待感はあったと思うんですよね。だその期待に、監督の期待に応えたいっていう気持ちはものすごくあったし、うん、監督がいいプレーだ、いいプレーしたって言ってもらえるようなプレーを見せたいなっていう思いはありましたね。いや、めちゃくちゃ悲しかったですね。やっとピッチに戻ってくれたっていう、本来の場所に戻ってこれたと思ってたので、めちゃくちゃ悲しかったですけど、ただ試合に出ることはできてたから、そのまたしっかり直して、また絶対帰ってきてやろうっていう思いはありましたね。コンディションさえ整えばやっぱりレギュラー争いに加われると思ったし、自分はまだまだやれると思えたところでの怪我だったので、だからメンタル的には前よりは良かったですし、だからまたしっかりリハビリしてベストで戻りたいなっていう思いもありましたね。はい。その楽しめてる状態の時にはやっぱいい状態ですよね、自分は。やっぱディフェンスやっててもその相手が怖い怖いみたいな弱腰になってると、相手に好き放題やられてしまうんで、絶対俺はやられないぞみたいな、やられるわけないだろうみたいないう気持ちでやれてる状態の時はいい状態ですね。相手が強敵で難しい試合ですけど、しっかりみんな体張りながら守備しながら、そのボールを奪ってみんなでつないできながらゴールして、みんなで喜んでる時っていうのはやっぱ最高に気持ちいいし、まあ、その瞬間は本当に最高に感動するぐらい、鳥肌が立つくらい、はい、いいもん、サッカーはいいもんだなと思いますね。一日一日は本当にベストを尽くして一生懸命トレーニングするっていうのは自分のモットーなので、一年一年目標を持って、それを達成できるように努力してきた積み重ねなので、ここまでやるともうあんまり考えてなかったし、でも今の目標はとにかくできるだけ長くプロ生活を続けたいなと思ってるので、はい、もっともっとやりたいですね。